どうも皆さんこんにちは、今回はですね北秋田市の事業を進めさせていただければなと思っております。今回紹介するのはですね秋田で学ぼう教育留学推進事業という事業でございます。はい、こちらの事業なんですけれども県外の児童生徒をですね対象にしている事業となっております。教育留学というね留学っていう文字がつくんですけれどもこちらの留学期間は留学生の希望によって期間を選ぶことができます。まあ、短い子で1週間長い子で、まあ、1年といったですね、まあ、オーダーメイド型で数年ですね随時受け入れを行っております。こう愛川学童研修センターを拠点に生活してですね北秋田市の小中学校で授業を受けるということでございまして、これまで留学前まで通ってた学校の出席というふうになります。例えば東京から北秋田市に教育留学で1ヶ月いたらその1ヶ月分はその東京とかの小学校での出席のカウントになるという、まあ、そういうイメージでございますね。で留学中はですね学力トップクラスの秋田の教育を受けたりですとか、まあこちら探究型授業なんて呼ばれてますけどもこちらを受けたり、休日はですね北秋田市の豊かな自然環境を利用しての体験活動であったりとか地域行事に参加したりとかしてですね過ごします。まあ具体的な体験で言うとですね、まあ、夏であったら、カヌーであったりカジカ釣りであったりとか、で冬は雪が降りますので、スキーに行ったりとか、スノーボービルを後ろにね反りつけて学園の周りで遊んだりとかして過ごしております。まあ、こちらですね全然僕全てをお伝えしきれてないんですけれども詳細についてはですね概要欄の方にあるホームページからチェックしていただければなというふうに思っております。はい、ということでですね以上が秋田で学ぼう教育留学推進事業の大まかな概要でございました。でもう一つですね、教育関係の事業がございまして、こちらが秋田リフレッシュ学園事業というものなんですけれども、対象となるのが県内が、一応対象ということでございます。日常生活であったりとか、学校ですね日々の学校に疲れてしまった小中学生が対象ということでございます。北秋田市の、大自然の中で、心も体もリフレッシュしてまた再度自分が行ってた学校に復帰してもらおうというのがですね最大の目的となっております。でこちらの秋田リフレッシュ学園なんですけれども、つい最近ですね、卒園式がありまして、まあ、僕も参加したんですけれども、その時にですね残念ながら卒園式に来れなかった保護者の方からの手紙がございまして、そちらを今回、皆さんにちょっとお伝えしたいなというふうに思ってます。秋田リフレッシュ学園先生スタッフの皆様、3年間彼女が大変お世話になりました。本来であれば卒園式に参列しお礼を伝えたいところですが、仕事の都合でかなわず手紙という形にさせていただきました。学校に行かなくなった彼女と2人、これから先どうやって進んでいくべきか悩む日々でした。彼女の気持ちも分からず、今思えばどんどん彼女も自分自身も追い込まれていたように思います。そんな時出会ったのがリフレッシュ学園でした。渋る彼女を無理やり連れてきた日が昨日のように思います。優しい先生たち、スタッフの皆様、同じ境遇にある友達の中で彼女も楽しく過ごしていたようです。少しずつではありますが前に進めるようになったのも皆様の力添えのおかげです。本当にありがとうございました。リフレッシュ学園に通う車の中で2人で話す時間が持てたこと、ほんの少しでも彼女の心に寄り添えたこと、学園の存在が私たち親子の距離を縮めてくれたように思います。
リフレッシュ学園のような場所がたくさん増えて、学校に行かず苦しむ子が一人でも減るように願ってやりません。学園の友達はどうして学校に行けないのか不思議なくらいいい子なんだよ。そんな子たちが行けなくなるなんておかしいと話していた時がありました。みんなと同じことはできなくとも、素直で優しい彼女らしさを取り戻し成長してくれたことを誇らしく思います。次のステージでもきっと頑張ってくれると信じています。繰り返しになりますが、私たちの支えになっていただき、また娘をこんなにも成長させていただき、本当に本当にありがとうございました。お体にお気をつけてこれからも頑張ってください、彼女の母より、ということでですね、もう読んでる僕はちょっと今涙が出そうなくらい感動的なお手紙なんですけれども、本当にですね、このお母さんと思いは僕たちも一緒で、本当に一人でも多くの子がね、苦しまずまた元気になってですね、学校に戻ってくれたらいいなというふうに思っております。僕もですね、教育留学の前身となる事業に参加していますけれども、本当に親にとってもね、子供にとってもね、大きな経験だと、まああまり偉そうなことは言えないんですけども、まあ、少なからず、子にとっては、ものすごく大きな経験になるというのはですね、僕が身をもって経験してますので、それはお伝えできるかなというふうに思います。ということで今回は、2つの教育関係の授業を紹介させていただきました。放浪記ということにさせていただいて、また次回お会いしましょう。